アーティライフにおいてはコンセプターということで、今回のプロジェクトではまあそういった役割をやらせていただきました。人工生命というのはそれこそ観察しながら考えていたんですね。で、最終的には異なる時空間のイメージをそれを一枚にの画面にしたときに、あらざるものが見えてイメージとして立ち上がるという手法で、今回の作品はまさにそういうことなんですね。何に似てるのかなということを考えていて、オランダの画家でボッシュという人がいるんですけど、その人の絵みたいに見えるかもしれないと、ふっとこう脳裏に焼き付くような世界の見え方、そういうものにしていきたいなと。まあなんだこりゃと思うと思うんですね。で、なんだこりゃっていうことがなかなか思う機会がないと思うんですよ。で、その衝撃を衝撃のまま世の中に出したいと。まあそのなんだこりゃっていうものを拒絶するのではなく、生温かい目で見守ってほしいと。で、それがそのままこのコンテンツの楽しみ方のベースとなる。ぜひね、拒絶しないで受け入れてほしいなと。